こんばんは。すごい、何の花火？え、何の花火？なんかめっちゃ花火上がってたよね、今。何十年みたいな感じ？そんなわけでもないもんね。だって。何日記念みたいな感じ？カップルみたいだね。何日記念？私、1ヶ月記念日って祝うカップルいるじゃないですか。まあまあ、素敵だなと思うんですけど、1ヶ月でさ、なんでこんな花火上がってんの？これ花火の、これ何？これ花火の、花火玉ですとかではないよね。だって、イベントなのか。そうなんだ。いや、吉田カレンからもらったマフィンでも食べていいかい？一旦。で、iPad の充電がマジでたまんないから。一旦お紅茶でも入れてきましたわ。これ暗いのがいい、明るいのがいい。毛玉だよね。普通の男。でも明るいとさ、私なんで暗くしちゃうかっていうと、明るいと目にくるんだよねっていう人が結構人によってはいるでしょう。私も目にくる方なの。眩しいってなんだろう、なんか視覚が過敏なのかな。太陽の光とかさ、だから外に出るとマジで10分ぐらいずっとこう、マジ調子悪い時はこう明るくてこう目が開かないみたいな 外に出た瞬間からの5分とか面白いってなって、やばい目が開かないとこうなる方だから、舞台の照明って意外とそのあったかい、暑いじゃあ暑いんだけど、温度的には。けど、なんて言うんだろう、そのスポットが自分の方に向いてるっちゃ向いてるんですけど、もう慣れたっていうのもあるし、なんだろう、やっぱ太陽の光とスポットライトじゃ全く威力が違うの。だから太陽ってすごいなって思う、本当に。夏になればなるほど眩しいよね。あと白い髪とかさ、結構白ってなると 白ってなるともう、白い髪には私は意外と耐性あるから全然いけるんですけど、白い髪もたまに白ってなって文字が超見にくいみたいな。だからこのスマホの画面とかもめっちゃ見にくいから、いつもブラックの方にしてます、全部。X とかさ、例えば、開けないじゃん、なんで。X とか、例えば、この、
この白モードじゃなくてこの黒モードみたいな、これを黒モードずっとこれでやってるから逆に白になっちゃうと、おお白ってなる。何かしらそんなに超視覚なんか過敏ってわけではないんだけど、そう白ってさめっちゃ可愛い色だけどね、白い紙に黒い細い文字とかだったらはんってはんってなるね。ダークモードってさいいよね。てか私 LINE のノートに動画を載せられなくなったのがすごいショックすぎて、えって LINE の皆さん残してくださいこれはってすっごい思った。それかLINE のさノートってあるじゃないですか、あれに動画が載せられなくなったの。この前本番、うちらが本番前直前ぐらいだったか、まあ、15日とか14日とか、まあ、その辺からあれがあるだけでさ、ノートなんだろう、動画の共有とかがめっちゃしやすかったから、もう直してください。それかアルバムにポンって貼れるようにしてほしい、動画も。そうだ、エンジョイカラオケやってたんだ。エンジョイカラオケなんかやりたいイベントがなかったので一旦カラオケでエンジョイ、でもエンジョイカラオケって意外となんだろう、歌を見たいなっていう方とかが来る枠なのか、歌が好き、人が歌うのが好きっていうのの方が好きなのかさ、なんか歌を歌ってるとすごい見に、なんか視聴者が増えたり、なんだろう、初見の人が増えたりする印象なんだよね、このやつ、このやつって。あら、ほなちゃん久しぶり、お元気ですか。ドゥルリーナルマさん、スペースゴーさん、ありがとうございます。全部ちょっと読みますね。キミユコさん、ケンジさん、ユキタンさん、情報技術系さん、ベルちゃん会長さん、リクトさん、ヒサシさん、ジャリングさん、ハレンチさん、ヨコユオさん、アメさん、オニョンナイトさん、モッサンさん、アノネさん、ツーリンダルマさん、ダニさん、ホノちゃん、スペースゴーさん、ツーリンダルマさん、サイさん、ツーリンダルマさん、マサカズさん、ありがとうございます。はあ、よし、元気よ、最近会いに来たかな。いいよ、全然元気ならよかったよ。そう、私みほりさんの朗読劇に出演させていただくことになりました。もう実はビジュアル撮影とかをね全部終えてるんですけど、メイホリさんってあれなんですよ、星野美優が入ってる大人小学生とかがある団体のグループの方らしいんですけど、この前ビジュアル撮影に行ってきたら星野が衣装さんとしていて、そうだから前日に連絡来て急に「えっこれ出るの?」みたいな。で「あ
そうそう、出るのよって。で、なんか、え？私？あ、星野も出るの？って言ったら、星野は、スケジュール、あれで出れなかったんだけど、撮影の時に衣装としているよって言われて、まさかの衣装さんとして出会うっていうことをしたんですよ。だから衣装とかが全部解禁になったら、星野との、衣装を直してる星野、衣装を直してたり、セットの布とかをこう直してる星野を写真ずっと 撮ってたの。もうあげたいなって思う。びっくりした。すごく。とりあえず今岡本さんね、面白い方だった。じゃあさ、ショールームのファンネームを一生考えてますが、案ありますか？へえ、サンリオ好きだから。星野フェスティバル。 ごめん、めっちゃおもろいかも。この音嫌いな人ごめんなさい、私もめっちゃ嫌い。充電を見たいんだ。そうだった。ひなちゃんってさっきの友達のひなちゃん？そして歌う。そして少しばかりのおやつ。少しおやつ。この時間におやつなんて言ってるやついないよな。歌うっていうか、全然充電がたまんないので、かゆっ。びっくりした。なんかもうさ、航空券、ホテルの予約会社の休業日程にあらかじめ反映することができ、多めなんですけど、そうだね、早めにね、そう、早めにって思ってたから。てか本当に思うんですけど、やっぱ演劇とかってさ、1ヶ月前とかに発表されるじゃないですか。1ヶ月前となると、結構1ヶ月前でもさ、飛行機とか高いじゃないですか、地方から遠方から来られる方は。もうね、本当ありがたいと思います。
とりあえずさ、ギターやろっかな、その充電たまるまで。で、これ吉田カレンがくれたんだけどさ、食べていい？ここにはメッセージが書いてあるんだけど、絶対に見せない。ね。朗読劇の日程も大体分かってます。めっちゃ美味しそう。私の好みは分かってるよ、吉田さん。吉田カレン。もうちょっと貯めて、ギターも最近全然やってないしなと思って、だからギター先にやってちょっと貯まったら歌おうかなみたいな。まあでもまだなんだろうな、1時ぐらい、1時はどうだろう。そうそう、え、かわいい。なんかチョコマフィンもらっちゃった。わーい。これどこで買ってきたんだろう、彼女は。急に机に現れたけど。いただきまーす。弾き語り動画をね、最近ね撮ったの。でもなんか撮ってさ、撮ってちょっともう一回撮りたいなと思ってっていうのを繰り返してるのね、ずっとね、 AKB 時代から。だから飲み物は紅茶。なんか敷きたいな、これ。そう、撮ってるんだけど、なんだろう、その納得いくものをやっぱり 100% を出したいわけね。あと、あ、ちょっともうちょっとここがなーとか思って。で、しかも私自分の声で寝ちゃうんですよ。だから結構お声をいただくんですけど、私の声眠くなるの、マジで。歌なの、眠たくなる声質してるんだろうね。で、寝ちゃうの自分も。で、あ、朝だみたいな。だと動画を選んでて朝だみたいなことがめちゃめちゃ多い、気づいたらみたいな。いただきます。絶対今食べるもんじゃないよね。そうだから、眠れない時はマジでもう超自分好きな人みたいになってしまうけど、マジで寝れるから、もう無理ってなった時は自分の動画を選別、これはいいね、これは出そうかなみたいな。あの、ほら、動画とかを見てるときにさ、ここに左下にハートマークでお気に入りつけれるじゃん。で、あ、これはいいけどこれはダメっていうのを選別してたりするの、夜。その時に寝ちゃうから、たまに選別をしてます。うん、うん、ね、 F 分の1みたいな。
お腹すいた？ごめんよね。それがーちゃん、ほんまごめんやで。紅茶ってなんでこんな美味しいの？紅茶っていうものを見つけてくれた人に本当感謝したい。知ってる？それがーちゃん、ほんまごめんよで。言えば何でも許してもらえるらしいよ。知ってる？流行ってるの知ってる？うん、チャットあったら言ってみて。なんだっけ、ギャルの女の子が流行らせている言葉なんだけど、なんでそれ言ったら何でも許しちゃいませんってなって、確かに何でも許しちゃうかもって。だから遅刻した時とかそういうのみたいな、使えます。だからそれガチやってことえ、待った？って聞いて、え、待ったよ、何分待ったと思ってんの？とかになるじゃん。もうこれ本当に親しい人にしか使えないんだけど、それガチャー、ほんまごめんやでって言ったら許してくれるらしい。お砂糖入れました。おやすみ、おやすみ、ほなちゃん。そうそう、そうなのよ、流行ってるやつ。そういう意味で頑張ってるの。あ、よかった。またいつでもおいで。50ミリね、これ。何歌う？ギターで。てか今日実はバグズの稽古してきたんですけど、バグズのケーキしない稽古けど、その時にさ、私2回目、本番とか稽古とかがかぶって全然リハに、ま、前回のリハ行けなかったから2回目とかなんですけど、そうそう、ちょっとだけアクションをやったりとか、セリフやってみたり、画角をやってみたりとか、いろいろあるんですけど、まあいつもそうで、その時にルイ君っていう男の子がいるんですね。小学何年生だろう、10歳って言ってたから、そのルイ君っていうことをミントちゃんっていう子がいるんだけど、ルイ君っていう男の子が急にこれを持ってきて、これを持ってきて、よろしくお願いしますみたいな感じで、かわいすぎ、無理、もう尊くてずっと頭よしよししてる。緊張して話せなかったけど、仲良くしてくれると嬉しいです。あと G 上手ね、嬉しい、ありがとうございます。いただいちゃった。
ほんとかわいい、かわいいなぁ。ほんと私子供が好きなんですよ、子供ちゃんが。もうバスの中にいるとね、もうずっとずっと見ちゃう。で、一緒に行ってた友達とかから見すぎって言われる、うん、見すぎぐらい見ちゃうんですよ、もう可愛くて。バスにさ、赤ちゃんいたりさ、ちっちゃい子いたりさ、するじゃん。で、ちっちゃい子ってさ、目合わすと隠れたりする子がいる、多いの、割と。小遣いから義援金入力したり。かしるいくんってさ、なんだろう、てかるいくんのお母様がすっごいいい人で、すごいちゃんとしてらっしゃる方で、もうその親子を見てるだけではぁーって気持ちになる。すごく素敵なの。うん。私紅茶の良さっていうか、その苦味、私苦味があまり好きじゃないんですけど、最近紅茶の苦味とかが分かるようになってきて、なんて言うんだろう、苦い苦味と一緒に、あの後から来るこう鼻のふんって鼻に抜ける香りが、私紅茶の香りが好きなんですけど、そう、もうなんだろう。でもね、コーヒーはねまだ無理です。っていうかコーヒーなんか物によるんですよね。私多分種類、好きな種類があるんだろうけど、好きな種類を見出せずにいる。それが何なのか。うん。けどあの、例えばコーヒー屋さんに行って、もうさ、コーヒー屋さんとかってさ、お持ち帰りコーヒーとかアイスコーヒーとかが300円とかだったりするじゃん。で、そういうところに行ってコーヒーとかをのテイクアウトして稽古場に行ったりとかするのが好きで、私意外と、意外ととか言って、そう。で、この、ま、この前もなんかどっか通りすがりのとこにコーヒー豆とか売ってるけど、まあちょっとだけ店内でカフェとかみたいなやってますみたいな、で、コーヒーとちょっとしたケーキはありますよみたいなところあって、でもゆっくり飲んでいく時間もなかったし、買ってじっくり飲みたかったからテイクアウトしたんです。そしたらまあめちゃくちゃ美味しくて、もう私たまにね、めっちゃ好みのコーヒーがあるんですよ。基本私最近コーヒー割と好きなんですけど、めっちゃ好みのコーヒーがあるんですよ。ブラックは、でもね、ブラックはものによります。だからちょっと濃い、苦味が濃いやつとかは苦手なんですけど、浅入りなあのちょっと苦味が少ないすっきりした感じかなのやつはすごい好きなんですよ。うん、うん、なんか友達がさ、友達というかさ、マブダチ、私のマブダチみたいな子さ、めっちゃコーヒー好きで、なんかコーヒーを巡る旅に出るぐらい好きなの。休日はだからコーヒー飲んで温泉行ってみたいな、一人でやるぐらい。どうだったっけな、なんか神田の、うわマジで忘れたな、井出、違う、
神田のね、どっかに、なんかね、コーヒーショップみたいな、コーヒースタンドみたいなやつがあるんですよ。そこ本当に不意にパッて見て言ったの。そこがすごく美味しかったのを覚えてる。へえ、こんな美味しいコーヒーってあるんだって感激いたしました。うん、素敵な趣味だよね。ん？何飲んでコーヒーしか飲めない？ね、ほんとめっちゃ好きなんですよコーヒーが。下校って何？地名？でもさ、お酒飲める人ってコーヒーの苦味とかもいけるみたいな、そのイコールにはなってないんだ、そこは。ふん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 、はい、ありがとう。今日はいっぱい食べた。そうなんだ。そんなものがあるのね。てかやばい、めっちゃ貧乏そうな気がする。明日やばい気がする。無理無理。ゆぶねん疲れですか？もうお風呂入ったんだよね。私さ、湯船に溜めるっていう時間と湯船に浸かるっていう時間はもったいないと思っちゃう。もったいないっていうか、その何してんだろう私って思っちゃうんだよね。もう芯の底から疲れてる日とか、例えばホテルの時とかはもうお風呂浴槽入ったり大浴場に行ったりとかできるけど、ね、ちゃんとさ、入り、マジでちゃんと入れないよって言われるんだけど、盾とかもやったし、なんか盾の基礎練習とかもやってくださるんですよ。だから例えば戦わない役の人でも、あの基礎練習に参加していいよみたいな感じなの。だからなんかね、みんなでこう体幹
この構えからの体幹のこの感じのやつとかをするんだけど、もうめっちゃきつくて、でもそこにいる方、そこの教えてくださる先生と、あとまあアシスタントみたいな方が2人ぐらいいらっしゃって、うん、もうその方々が軽々と、なんだろう、そのもうすごいプロだなって思って、何歳なのか分かんないけど、絶対私と同じぐらいかちょっと上ぐらいなの、年齢の見た目が男の子たちなんだけど、なんかもうさ、だからもう簡単に言えば、私がこうやって、私がまあ下手にえーってやってもブンって殴られてくれたりするのわかりやすく言えばね。でそのぐらい実力のある方々が教えてくださるから、超わかりやすくて、なんか楽しい、本当楽しいです。アクション楽しいなって思った。日本は空気も綺麗だし、韓国よりも暖かかったです。あ、そうなんですね。よし、やろうぜ。チェリーはやるとして、もうね、これ書かないと私も忘れちゃうから。アクション楽しいな。節約のために湯船に浸かるのに2日に1回ぐらい。ああ、そっかそっか。だってね、お水代とかすごいかかりますもんね。え、私だからさ、入った方がいいんだよ絶対。私はあれなの、もう月にいくらで使い放題みたいな感じなの。あるじゃん、たまにそういうお家。そうなの、だから入りないよって自分も思う、私も思う。いや入りなよって。小学記念公園に行ってきたし、訪問客いなくてよかった。え、昭和国営記念公園ってさ、めっちゃさ人いる感じ、人いるって思ってさ、ずっとなんか避けてきたんだけどさ、今の時代はいないんだ。時代っていうか時期、お花が咲いてないからか。いや、こっからだな多分な。チューリップとか確かすごいんでしょ、昭和国営とか。人が多いとこ苦手なんですよ私。なんかその人が多い観光スポットとか、毎日ちょっと使ってる。でお風呂嫌いな人、お風呂、あのね、女子は割とお風呂に入るまでに意を決しなきゃいけないの。なんでかっていうと、もう男子が想像できないぐらいの工程がいっぱいあるわけ。お風呂入る、まず、もうね、超丁寧な人は、まず、トリートメントで全部、トリートメントをすると、全部汚れがスルンと落ちやすくなるの。もう縦にこうなるから。で、トリートメントをして、縦にして、で、しかもワックスとかつけてると、最初にトリートメントした方が取れやすいんですよ。油と油で。みたいな。でしっかりそっからシャンプーして、洗顔して、でボディースクラブをしてみたいな、いろいろあるので、髪の毛洗って、でお風呂上がったら髪の毛があら、もう乾かすのまでの、もう完全に乾くまで私15分ぐらいかかるの。10分とか15分とか、それめっちゃめんどくさい本当にそれってめっちゃめんどくさいよね。この時期あまりいないですよ私近くに。あ、そうなんだ。お花の時期に多いだけかな。行ってみたいんだよね、昭和国営記念公園。じゃなくて、何を歌おうって話なんですけど、ちょっとさ、爪切っちゃったかな。
ディズニー行ったのかしら。間違い探しはね、私ね、ちょっとわかんないな。てかもう夏物のお洋服買っちゃった。早いけど、絶対早いけど。でもさ、早くないよね。てか逆に言えば、今冬に売ってる夏物のお洋服って意外と安かったりするから今のうち買っとこうみたいなさ思考になっちゃう。なんか録画してるでしょあなた。何録画してんの？何を録画してんのかい？中で自転車借りれて2人で違う方向を向いて乗る2人乗り自転車最高です。え、何それ？昭和国営記念公園？昭和国営記念公園ってさ、そんな乗り物あるんだ。知らなかった。価格がやだ。私太ったかしら。食べ過ぎ？今日もいっぱい食べたの。なんでかっていうと、まあ、今日は朝はね全然食べてない。朝昼はで、お昼はちょっとおにぎりをちょっとだけ食べてまた稽古をして、でなんかその後みんなともっと仲良くなりたいねって言って、和靴の女子何人かで行ける子たちで、あのね、ご飯っていうか、どっかなんか行きましょうってなって、でスシローじゃないな、くら寿司かなんか、はま寿司かスシローかなんか、なんかお寿司屋さんに行ったの。あ、スープいいね。確かに。ずれてんの？リーズ。気温だな多分。ギターの弦って気温で変わるんですよ。めっちゃ。だって昨日おとといとかさ23度とかあったじゃないですか。最近、あ、でも最近はねプライベートでは全然弾いてたのよ。長時間は全然やってないかもしれない。ね。ギターも人間も耐えられないくなってますよ。
外普通に桜咲いてた。桜、あ、そう、梅じゃない、梅じゃない、梅。私もさ、公園にね、確かお稽古の時に公園になんか近くの公園、1時間半くらい、2時間ぐらい休憩がある時があって、ちょっと早く終わってね、その時に近くの公園に行ったんですけど、なんか、え、めっちゃ花咲いてるみたいな、八重桜、なんかさ、芝桜とかいろいろある。私芝桜も結構好きなんですよ。あの芝生に、上じゃなくて芝生に咲く花、桜があるんです、ちっちゃい。そう、河津桜とかいろいろ種類ありますよね。種類によってね、咲く時期違うから面白いよね。ネモフィラ大好き。ネモフィラ大、私ネモフィラの色、あの色の花が一番好きなんですよ。だからさ、お花、青いお花とかいただくんだけど、うん、青いお花ってさ、割と色を入れてることが多いのね。例えば青いバラとか、青いバラは白いバラとかに色水にバラ、白いバラつけとけば吸収して青になったりとかするんですよ。そう、だから虹色のレインボーのやつとかも超手間かけて色を入れてるレインボーのバラなんですよ。けどネモフィラとかってさ、自然なお花の青じゃん、ちゃんとした、あれがマジで綺麗なんですよ。素敵って思う。チェリー。弾けるかしら。マジで全然弾いてないわ。ネモフィラ見たことないから見てみて。本当にもうめっちゃ綺麗だよね、ネモフィラ。私もさ、こんなに咲いてるの見たことないの、人生で。ちょっとだけ咲いてたり、お花屋さんで見たりとか、ほらボランティアで街中に植えてくださってるのを、ネモフィラのところをちょっとだけあったりとか、もうそういうのしかないからさ。ギターを見に楽屋さんによく行きますか？いや、行かないですね。私はこのギターちゃんと生きてきたので。
立海浜はどの県にある？日立だから、日立ってどこだ？あ、日立は茨城県です。日立海浜公園、ネモフィラがすっごい綺麗で、でもネモフィラの時期に行くとまあまあ混みますけど、でも見て人生に損はないと思います。本当に私も行ってみたいし、めっちゃなんか内容がマッチしてるのがすっごいね、インスタのおすすめに出てくる。チューリップいいですね。はい。うん。難しいやつにしてるよこれ。だからだ。もう一回やります。こっちだよ私が弾いてるのよ。
風に預けてメッセージ初見ありがとうございます。スープいきまーす。年をとってもシワになっても一緒にいて、恋のスープは二人で味わい尽くしましょう。
ていうかさ、すっごい雨降ってる、もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを誘ってるんじゃないの。あのドブロックさんって佐賀の人です。実はなんか今日なんだろう、体勢が決まらないな。これかな、ドブロックさんって佐賀なんだよ。根頭さんも佐賀なんだよ。根頭さんは有名だよね。では本日のスープは、やっぱ星座が引きやすいわ私。でももう寝る時間でしょ。寝れるそうな曲がいいんじゃないの。
なんかあんま歌ってない曲歌いたいよね。いつも同じレパートリーになっちゃうから。最近歌ってないもんだ。花は咲くって何の歌ですか？これが私の人生。あ、背景少年よとかあんま弾いたことないんじゃない？なんだっけ、ちょっと待って。夜風の仕業。少年時代いいとこつきますね。確かに少年時代あんまり、私意外とプライベートで少年時代めっちゃ弾くんですけど、あのね、エモい時間に弾くとしみるんですよ。夏のね、夏暑いけど窓を開けてこう涼んでる時間とかに
ポロポロポロってね弾くとすごいいいですよね、ギターとかってやっぱり。心に歴を
桜って弾けるかな。でも桜ってさ、学生時代に永遠に聴いてたからさ、わかる気がする。弾けるかな。ちょっと待って、森山直太朗さんじゃないの、桜舞い散るの方。それだと結構あの寝れないかもしれないけど大丈夫。ケツメイシさんの方ならちょっと寝れないかも、アゲになっちゃうから。あれこれ1番しかわかんないから。
てるかなこれ。夢はもう見えないのかい、明日が怖いのかい、諦めは諦めはついたかい、バカみたいに空が嫌いだぜ、できた。夏が過ぎ風休み、誰の憧れに、これは、ほら、またさらしろ、まつきの気分、ありがとうございます、ありがとうございます、お風呂お疲れ、マジでお風呂ってだるいよね、イエーイ、ピースピース、誰の憧れにさま、かわいい。井上裕二さんの曲にかわいいを求める人なんていないけどさ、素敵とかあるけど、やばい、おーやばい、お風呂好きなんだ、いいね、いいじゃん、青空に乗
こういう曲だよこういう曲だよ、こういう曲って眠くなるくない？この世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ。互いの砂時計眺めながらキスをしよう。昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピード辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で、8月のある朝、君は僕の前で歯に噛んでは澄ましてみせた。この世界の教科書のような笑顔で、嘘みたいな日々を規格外の意味を、悲劇だっていいからの
しかったさえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。1時半、じゃあこれで終わろうかしら。どないどない、私はこのスパークルが大好き。歌詞がすごい良くない？でも普通のカラオケもできる時間だけど、もういいか。いい歌詞だよねこれ。今日もやはりギター演奏と歌立派です。 Thank you、 감사합니다。감사합니다。ね、いい歌詞。私愛し方、この落ちサビの歌詞が好きで、超好きで、そうなの、めっちゃ好きで、マジで。韓国語の発音がいい、パッチムがの聞き取るのが得意なのかもしれない。
カムサンミラー、カムサンミラー、ねえやっぽ、ねえやっぽだ、なのんやっぽ、なのんやっぽだ、愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもそのに笑い声がしたって、こんな歌詞書いちゃうのってね、君に触れられて咲いちゃう、急に可愛いの、自分史上一番ときめきのつもパー、全部歌ったかしら、ピンピンと、乙女の逆襲だ、オムライスさん、ベルちゃん、会長さん、あの姉さん、しっぽさん、エリソン・ルーさん、オムライスさん、カーヒロさん、ミサが最高、ヨシンさん、ちくわ豆腐さん、カーヒロさん、オムライスさん、オニオンナイトさん、あのねさん、埼玉のカタツムリさん、スキニャンさん、つむじかぜさん、オムライスさん、横よさん、あ、ディタさん、ありがとうございました。あ、10位やった、ありがとうございます。皆さん、7位にリッセンがいてびっくりした、あ、リッセンいるじゃんってね、リッセン目指して頑張るまちょーと言っても、私はそんなにめちゃめちゃ配信ができるわけではないんですけど、空いた時間にやってまいりますので、ぜひ聞きに来てください。じゃあちょっと撮ったギター動画とかは共有したやつは多分 TikTok とインスタに上げる気がするので、まあ、もしよかったら TikTok とインスタのフォローまだしてない方、ぜひフォローしてください。それではランキング見ます。13位ケンジさん、12位モッサンさん、11位カーヒロさん、10位つむじかじさん、9位ベルちゃん会長さん、ミスさんのは8位、しっぽさん、7位、ちくわ豆腐さん、6位、きみゆこさん、5位、まさかずさん、4位、オニオンナイトさん、3位、横よさん、2位、オムライスさん、ミスさんのは1位、あのねさん、ミスさんが最高でした。ありがとうございました。かみさみだー。はーい、ということで終わりましょうか。認めなよ、これが乙女の逆襲だ。はい、しょっと。よっこいしょっと、それでは終わります。ありがとうございました。ほう、皆さんもよく寝て週の折り返し頑張りましょう。明日からも、明日木曜日です。おやすみなさい。